ここは千葉駅。次は五位に向かい、小湊鉄道に乗車します。千葉名物の千葉都市モノレールを見てから改札へ。13時20分発の1号線に乗ります。中央総武線を横目に千葉駅を発車。十数分ほどで五位に到着。内房線に関しては近いうちに詳しく紹介するため割愛します。小湊鉄道線は3、4番線からです。ホームに行く前に小池管区へ。小湊鉄道で活躍する車両がたくさん見られます。従来のキハ200と最近 JR からやってきたキハ40です。小湊鉄道のホームに入りました。かなり古そうな駅名表がたくさん設置されています。1時間に1本はあるようです。しばらくするとホームにキハ40が入線。機関区にいた小賀食ではなくタラココと首都圏食です。この車両は今回目指す上総中野まで行かない車両なので見送ります。小湊鉄道は五位と上総中野を結ぶローカル線です。終点の上総中野ではいすみ鉄道に乗り換えられます。この列車は途中の上総牛久泊です。肝心の乗る列車の入線シーンを取り忘れてしまいました。乗車するのはキハ200。キハ40とは異なりオールロングシートです。ドアが閉まり5位を出発。小湊鉄道は意外にも通満運転となっています。しばらくすると JR 線から離れていきます。五位からは住宅地が続きます。近づいてきた駅は天荒木駅です。何の変哲もない途中駅ですが、かつてここから千葉方面へ延伸する計画がありました。免許まで取ったものの延伸は断念。免許自体は千葉急行に譲渡しましたが、その千葉急行も倒産。京成線に路線とともに引き継がれました。小湊の中では新しい甲府台駅。付近の団地造成に伴い開業した駅です。新しいといっても開業は1976年です。キハ200が留置されるこの駅は上総牛久駅。小湊鉄道の重要な駅となっており、ここで折り返す列車も多いです。五位で見送ったキハ40も折り返し待ち。
この列車は牛久から先へ進みます。牛久を越えると車窓が一変、木々が多くなります。上総鶴舞駅には使われなくなった行き違い設備が残されています。高滝ダムと高滝湖の最寄り高滝駅、たびに森林率が増えてきます。車内の人もかなり減ってきました。次の里見駅は近くに学校ができたことにより変わった駅です。一度廃止になった行き違い設備が国や市原市なども出資し、学校開設に合わせ2013年に復活しました。里見でしばらく停車、里見を出発。だいぶ民家の数も減ってきました。しかし駅の近辺になると建物が見え始めます。列車は養老渓谷駅に到着。岐阜にある養老とどっちが有名なんですかね。山あいに入るとトンネルにも、さっきから沿線の木々が列車に当たっています。ローカル線あるあるです。まもなく終点の上総中野駅に到着。今は使われていなさそうな線路も、また手前の線路はもう一つの路線、いすみ鉄道です。終点の上総中野に到着。乗るときに映せなかったキハ200です。実は小湊鉄道はまだ延伸する予定でした。この先外房線上総小湊まで伸びる予定でした。社名からも読み取れます。鉄道は次の動画にするとして、今回はここで切ります。